緊急告知。あのザ・ツンクビートに今夜衝撃の大大大発表なんです。6月某日都内某所である人物を待つこの方、ザ・ツンクビート担当西口氏、かねてよりザ・ツンクビートに対してどうしても言いたいことがあるというんです。まあもうここら辺でやっぱ話しとかないとあれなんで、はいはい、待ちます。まだ、はい。果たしてそこまでして西口氏が伝えたいこととは一体何なんでしょうか。ツンクビートも出して1年以上経つんですよね。そうなんです。ザ・ツンクビート前回は2002年の2月発売、あれからもうすでに1年以上も経ってしまっていたんです。もうツンクビートの次を出してもらおうと思うんですけど、なかなかこうスケジュールがね合わないんですよ。だからここはもうちょっと直談判というか。直談判。そうなんです。今回西口氏はかねてより交渉してきたザ・ツンクビート待望のニューアルバムリリースについて本人に直接直訴しに来たんです。そして待つこと1時間、ついにあの人物の登場です。あれ、どうしたの今、大丈夫ですか。いいよ。大丈夫ですか。いいよ。ツンクビートのことなんですけど、もう1年以上経つじゃないですか。ツンクのバンドを最初にバシッと見たいなっていうのもあるし、どうもう一枚っていうか次の自作を出してもらいたいなっていう話をなかなかしようと思ってできなかったんで。ツンクビートな。はい。ちょっと多いよな。ザ・ツンクビートアルバムリリースのはずが、一転何やら不穏な空気に大突入。一方それを聞いたメンバーは、ちょっと多いよな。今頃ね4人ぐらいでいいかなと思うんだ。なんと2002年より運命を共にしてきた我らが7人組のザ・ツンクビートに対して、ボーカルツンクの口から思いもよらぬ衝撃的な一言が飛び出したんです。少な出た。うわ、すくね。ある罪だよ、写真なかったっけ、あっちの写真とか。おもむろにメンバーの写真を集め始めたツンク、一体どうなってしまうんでしょうか。まこっちゃんか。え、そっから行くんですか。ザ・ツンクビート生みの親ともいえるドラム、まこと、今夜衝撃の卒業となってしまうんでしょうか。どっちはやっぱな、俺らな。いや、だってやろうって言い出しっぺやん。言い出しっぺです。セーフ。メガネな。ザ・ツンクビートのムードメーカー、つよし、トレードマークのメガネを外す日がやってきたんでしょうか。絶対俺や。え、マジで。いや、それもキャラ立ってますしね。せえ、ですよね。いやいや、俺喋れるで結構。コージ、ザ・ツンクビートのギター、コージ。信じられないまさかの展開に現在の心境はどうなんでしょうか。コメントできないですよね。ギターはな、サンドのカナンです。絡めやからな。幽閉だ。はい、若い世代も取り込もうって言ってたじゃん。幽閉と白やろ。え、はい、俺もや。あかんって。超家賃。うち店ポスター貼ってんのに。そうやねん、イケメン担当でキャーって言うてもらえる予定やってんけどもな。かこでや。あとしも意外とおっさんやろ。いやいや、それツンクと並びザ・ツンクビートの2枚看板ともいえるアツシ、34歳にして卒業となってしまうんでしょうか。一人年齢出てる。影響かぶるんだよな。そうですよね。まこっちゃんか。なんぼ俺をビビらそうと思っても。ここに来て大きな節目を迎えたザ・ツンクビート、果たしてどうなってしまうんでしょうか。衝撃の全貌はいよいよ CM の後。Good Factory Record。
ファン待望のザ・ツンクビート、ニューアルバムリリースの相談中、ボーカルツンクよりメンバーを現在の7人から4人にするという耳を疑うような緊急大発表。そうなんです、今夜本当に決まってしまうんです。さあそれでは注目の卒業1人目の発表です。コンサートの数も増やそうって言うてるから、やっぱりまた先分かんないけど、一旦彼は新の淳制作に集中してもらおうかなと、はい、卒業1人目はなんと淳に決定です。卒業か。ゆうへいは今ミックスアップっていうバンドを、はいはいはい、ちょっと動き始めてるから、うん、集中してもらいたい。卒業2人目はミックスナップ、ゆうへい。やべー、なんかそう、マジでそうやと思った。お疲れ。インディーズでメンバーを探し始めて、それでまた動き始めたところやから、そうきっちりそのグループ固めてもらおうか、はい、逆に言うと甘えてしまうところもあるし、僕らも甘えかしてしまうところもある。そして最後は白、卒業決定です。出た、卒業って何。ということで新たに4名編成となるザ・ツンクビートは、ボーカルのツンク、ギターのコウジ、ベースのツヨシ、そしてドラムのマコトというご覧のメンバーに大決定。意外とタイトなバンドになると思うの。そうですね、見方は随分変わってきますよね。サウンドの鋭さが出てくると思うし、大人の歌が歌えるかな。鼻もあるし、顎もあると。じゃあこれでリリースを。そうやね、まあ先行的にちょっとこのメンバーで8月にライブやろうかな。ザ・ツンクビート新メンバーでの活動は早くも8月に決定。ただまあその8月のライブで一応この7人での演奏もやりますか。やります。それをラストに、はい、そして現在の7人編成でのラストライブも同時開催。それをラストに、はい、アスシと、はい、シロと、はい、ユウヘイは卒業。そう、卒業ですか。ネイバーフォーゲット歌わせようかな。そしてこの後は皆様トイレ休憩となります。ツンクファン感謝祭2003はまだまだ続きます。